ちなみに「あよほう」っていうのはどういう曲かというと、はいばらっーのね、えー、ラップの曲なんですけども、はいえー、都会に出た茨城県民なんですが、はいえー、やはりこう鉛がね、うん、こう自分で隠すことができず,きれずバレちゃうということでそれに悩むんですね。はい、でそれに対して茨城弁のもう一人のこれはもう一人の自分なのか別の人なのか分かりませんが、はいえー、その人がですね ままあ生まれてもいいんじゃ、ね、とお前え茨城県民なんだからみたいなね、うん、いうことでちょっとこの心の葛藤をね、はい、標準語と茨城弁でね、はい、こう対比させてというか、はいでまあ、最終的には、まあ、あの先週のこの PV にもありましたが吹っ切れてこの茨城に目覚めるみたいなね茨城弁でいいんだみたいな、はいまあ、そんな風になると。 いうね、茨城県民が全茨城県民が涙するようなね、まあ、そんな名曲でございますっていう自分で言ってもらいますけど、はいはい、で今日はその「あやほ」をやっていきたいと思うんですがまずこのラップのですねなん、えーまあ、でやったかっていうことなんですけども、はい、茨城弁の、ね、ラップをやはりこれはマスターしてほしいというところがありまして、はいえー、でこの茨城弁の「まあ、雨にも負けね」っていうのは全部オール茨城弁なんでね。 ななかなかこれ最初難しいだろうとああ方は標準語と茨城弁ですからまあ私がじゃあ標準語をやってはももこさんが茨城弁ということでちょっとそれをですね、はい、練習をまずちょっとやってみたいと思うんですねはい、はいはい、じゃあまずはちょっと音楽なしで、はいえー、どんな感じかっていうのをねはい、はい、一緒にじゃあやっていきましょうか、はい、じゃあちょっと基本的には交互にねやるような感じですねはい、はい ではいきたいと思いますじゃあどっからこれ入り方がね何もないんでなんですけどじゃあ私勝手に入りますねはいじゃ行きます12あよほうおめえ茨城だっぺあよほうなまり隠してっぺあよほうすぐにばれちゃうべあよほう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  あ注意するなまり、いまし、これます。あ、ちょっと間違えました。先生先生、間違えた。はい、失礼しました。あ注意するなまり、ちょっと練習してみてく注意するなまり、いまし。はい、ちょっと忘れちゃったな、歌詞。でも、これ見えないです。サインガラスかけてるかと。 見えないってね先生そのサングラスのチョイスちょっと濃すぎましたね色が。ちょっとねあの夜は厳しいねそうですねはい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 。でもあの完全に歌詞を覚えてるはずなんですけどちょっと見ようとすると余けだめですねそうですねはい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 。じゃあちょっとそこの部分からもう一回いきましょうかはいあ注意するなまりいましこれもやばいフルスパイラルにはいじゃあちょっと見ながらやりますはい見えないかな見えないかなはい ああ注意するな周りいましでもかなりぎこちなしさらにごみあがりなんかおかしい下手なごまかしするなもなし躊躇してばかりいくじなしこれまさにぎこち出口なしもう台なし何しても効果なしああ悲しい話あゆ無理すんなよ意地はんなよイントネーションすぐに直んねがら諦めろよ目開けろよほう茨城魂呼び覚ませよほうしゃあめよかまめかまめよ

さんのうまいですね。私よりもはい一回歌詞飛ぶとねもう集中力切れてダメだねこれあれですかね YouTube でもこのままいっちゃうのかな失敗したところがねこれしてもらっまあ、チョキチョキできればいいんですけどねまあまあまあわかりませんがじゃあこれをですね今度あれですよでもごまかしが効かないというかトラックに乗せてやってみたいと思うんですよ。今日は番だけなんで、 えー、簡単ですよねってなんか私が不安なんですけど、はい、一番だけやりたいと思います、はい、今やった練習した部分だけ、えー、ちょっと一緒にラップで掛け合いをやってみたいと思いますのでな、はいはい、あなんか緊張してきたな <laughs> なんか全然先週より緊張するんですけどね、はいはいはい、じゃあですね、えー、音楽に乗せて練習してみましょうはいそれではいきますよじゃあ音楽スタート

ああ注意するなまり、いまし、でもかなりぎこちなし、さらに語尾上がりなんかおかしい、下手なごまかしするなむなし、ああ躊躇してばかり、育児なし、これまさに出口なし、もう台なし、何しても効果なし、ああ悲しい話。 ああ、無理すんなよ、意地張んなよ。イントネーションすぐに直んねえから、諦めるよね、目開けろよほ。茨城魂呼び覚ませよ。ほしゃんめよ、かまめ、かまめよ。はあ、かまごだ、あんめよほ。いがっぺよ。ああ、こだこだ、言わねで、せいぜいとやっぺよ。ほうほうはい、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 はい。どうでしょう。はい、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 はい。これね、後で動画で確認してね。どんな感じですかね。 はい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 まあ最初ですからでもなまりバッチリですね本当ですか鉛はもう2時間目にバッチリ呼びましたからバッチリ変な汗かいちゃった、はい、変な汗かくよね、はい、しかもね先生がまず失敗してるんで余計変な汗 <laughs> 先生ねちょっとライブより緊張しましたあのデビューライブの方がまだ全然余裕でしたけどね一回間違っちゃうともうダメだねこれね <laughs> はい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 っいいうことでですねはいもうはいはいはいあいは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 どはい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 ていのいは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 ら、はい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 ははい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  これね、やっぱり普段自分で作った曲を自分で歌っててもねうこう失敗したりっていうことで、はい、やっぱりこうラップあれですかねこのノリでというか、はい、その勢いでこうねできれば一番いいのかなって気はしますけどもねこれからあのまたどんどんいろいろやってきますので、うんはい、またこれはね我々のまた成長と言いますかね。はい こう見ていただきたいなと、いうふうに思いますね。はい、はい。じゃあ、気になる、ちょっとツイッターも見ちゃおうと思うんですけど。はい、はい、どうでしょうね。ツイッターでブーイング来てるかな、これね。<laughs> <laughs> いやいや、で、先生は。はい。お優しいから、やっぱり。はい。あ。私。こう、あれですね。緊張ほぐそうとして。お、お、お。あ、さいさんとか、あれですね。はい、桃子委員長頑張ったよ。上手っていう風に。おいいですね。田中佳代さん。桃子ちゃん、大したもんだ。 あ、すごい高評価ですねこれねこれは茨ッパーフィーチャリングももこも夢ではないのではこれは院長うまいとかねすごすごすご院長素晴らしいもう来てますしももこちゃんうまーもも <laughs> すごいですねはい先生額から汗がとか来てますけどね <laughs> はい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 あメガネメガネとかね、はい、あ来てし先生シンクだよってねて <laughs> はいはいありがとうございますフォローねはいあ、はい、のイバキラ公式アカウントと、うん、称したうちの母がはいはいお母さんどうでしょう <laughs> 大絶賛親バカを発揮しておりますおやっぱ親はね <laughs> 何でもこれ褒めないとっていうかね母かっこ借りが、うん、はい母カッコ借り いいでですすねねこれれあ今回ちょっとあの実際ラップいろいろやってみてこれいけるんじゃないかと皆さん高評価なんでなのでこの番組上で今度例えば日立のね地元のラップを作って「イバラッパーフィーチャリングモモコ」的な感じでねやりますかなんかね。やりたいですせっかくなんであのやっぱり「イバキラ TV」映像得意なんであのね映像も撮っていただいて。 こう P.V. にこう登場みたいな桃子がこう制服で人ち歩くみたいなね。制服で人ち。なるほど。地元の制服で。地元の制服で。あれあの子もう高校卒業したはずやみたいいでしょう。いいでしょうね。いいですね。はいじゃこれまちょっと我々だけで決めかねますので、ぜひこれはねちょっといバきら T.V. ちょっと公式さんなんかにもねいろいろちょっと相談っていうかねさせてもらって。 目を合わせてください仕事が増える的なちょっと表情も見えたりしましたがまあちょっとあれですかねじゃあ普段の授業はあれなんで夏休みとかねちょっとそういうのを利用して業と言ゴジャッペハイスクールの課外授業夏期講習的なね感じでちょっと外に出てやったりとかねそんな展開もありなんじゃないかなと思います。ということですね。あああとののの方もまた えー、新曲も作ってまして「はい、茨城再開もう一回」っていう曲が、まあ、大体できたんで「茨城再下もう一回」はいあの「茨城魅力度と再位なんですけど」っていうのをね、はい、なんでこれちょっと「茨城 a k t v にも合うかなと思うんでうんはい、ちょっとまた来週になるか再来週になるか分かりませんがね、はい、その曲も新曲もねちょっと、はい、間違わないように覚えて披露させていただこうと思います。<laughs> はい、はい、ということですねはい、はい、ではあのー、時間になりましたのでじゃあ,あこの前エンディングいっちゃっていいですかねじゃあね。 はい、えー、まだ時間がありまますか今日は、はいはい、まだ時間があるじゃあまだエンディングいかないで何かやりますかはい、はい、何やりましょううーんそうですね、はい、じゃあねせっかくなんでちょっとその、まあよほうのラップなんですけども、はい、じゃあラップの内容とかちょっと見てきますかせっかくなんでね。はいはい、えー、まあ私が間違ったとこですけども <laughs> えー <laughs> まあ「ああよほう」「おめ茨城だっぺあよほう」「まり隠してっぺ」あ「あよほう」「すぐにばれちゃうべ」「あよほう」「あよほう」「あよほう」ってこれはまあサビですね。はい、はい、茨城県民でま、うん、まああのり隠してるんだけどばれちゃうっていう、うん、まあそういうサビなんですが、うん、じゃその後標準語、うん、はいパート入りあと、はいえー「あよ注意する鉛」「言い回し」「でもかなりぎごちなし」っていうことでまりに注意して、うん、言い回しに注意するんですけど。うん まあぎごちがちょっとないとまあ標準語にやっぱり慣れてないということですねはい。ですが、えー、さらに語尾が上がっちゃうとさらに語尾上がり、うん、なんかおかしい,かしい、ね、下手なごまかしするなむな、うん、しいとい,いうことで、はい、語尾がかかっておかしいんですけどでも下手にごまかすと余計ぼけつほるっていうねうなるほどはい、そういう感じですねはい。でその後にですねあれを躊躇してばかりということで今度もう戸惑っちゃってるということですね、はい えー、躊躇してばかり育児なしこれまさに出口なしもう台なし何しても効果なしあ悲しい話っていうことで、はいはい、もう出口がなくなってきて何してももうバレちゃうっていうね <laughs> まあそういう状況なわけです。何を発してもはいそうなんですでその後にですね先ほどの茨城弁パートになりまして「無理すんなよ意地半んなよイントネーションすぐりなおんねがら」。 っていうね、ことで、まあ、無理してもね、なかなかそのイントネーション、茨城弁のやはりね、イントネーション難しいですね。まあ、これ今歌詞が出ましたけども、はい。はい。で、その後にですね、ええ、諦めろよ、目上げろよ、ほ、茨城魂呼び覚ませよ、ほ。ですね。はい。はいまあ、諦めて、もう目を覚まして。まあ、この茨城県民としてのね、この魂を呼び覚ませと。いうふうになるわけです、はい。なるほど。はい。で、その後にですね。ええ、シャン、目をかまめ、かまめよ

ででごだごだ言わせ、まあねはいせ、ねはいねするっていうことのせい度やってよというふうにつながってくるということですね。はいはい、でまあ2番も同じような形になりましてやっぱりこのクールを気取って茨城弁をね喋ゃんないようにしてるんですけどやっぱりこれがバレてくるということで、はい、やはり茨城弁の方のパートの方でまたですね 茨城に目覚めろと茨城魂解放せよというね、はい、まあそんな、えー、形になってくるわけなんです。はい。はい、というストーリーをやったのがですね、はい、アあホーという曲になります。茨城県民が涙する。はい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 。そうあのあゆほはね特定の地域の曲じゃないんで、うん、結構まあ皆さんにこう聞いていただけるようなねな曲になってるかと思いますので。はい。はいえー、YouTube の動画も上がってますんでね、えー、ぜひ聞いていただければと思います。はい。はい ということで、じゃあ、えっ、ー、と音楽の方は以上でいいですかね。はい。はい、じゃあ、えー、音楽終了になりまーす。レープ。はい。じゃあまた最後にツイッター、えー、確認しますか。はい。はい。はい、えー。クールに茨城弁をってね、ええー、書いてありますね。はい。はい。 あとイントネーションを気にするあまり抑揚がなくなって墓穴掘るよねって経験なんか経験がみんなハマるパターンですねボツボにはまりましたねとかねはいいうことでねはい、あとイヴァラッパーの新曲っていうことで書いていただいている方もいらっしゃいますね新曲だそうですよ新曲今作ってますのでねはいはいこれも期待していただければと思いますはいっていうようなところですかね いっぱい嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい,い、はいえー、それではですね、えーはい、明日のこの時間ですが、はい、明日は何になりますかはい、明日のこの時間は茨城県が生んだお笑い芸人、うん、水炭水耕さんの<お>水炭水耕のキンキラ金曜、茨城愛、お楽しみに。はい、楽しみにしてください。はい、はい、それではですね、また来週も木曜の夜9時に、茨城 TV、そしてこの教室でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。さようなら。